探偵チーム、KG 事件ノートは、藤本ひとみ、住宅寮による日本の児童文学作品。イラストは駒形が担当。2011年より青い鳥文庫から刊行されている。原作者、藤本ひとみが集営者のコバルト文庫にて、刊行していた、ライトノベル作品、KG 少年少女、ゼミナールシリーズのリメイク及び続編作。 自動文学ながらもサスペンス要素が強いのが特徴。その後、同じ講談社から KG シリーズの真相をえぐるディープな KG、通称 KGD と高校生になった神杉たちの心理を描くクズが藤本瞳執筆で刊行された。スピンオフ作品、妖精チーム G 事件ノートが2014年より刊行。高校生となった KG メンバーも登場する。 2015年10月より10分枠の短編テレビアニメとして放送された。また、同じく青い鳥文庫から KZS が刊行されており、これは探偵チーム KG 事件の音と共に同じ人物が登場している、短編集となっている。進学塾、秀明ゼミナールに通う立花彩は、塾内でもえりすぐりのエリート集団 KG のメンバーと同じ特別クラスになる。 はじめは、個性的なメンバーに戸惑っていたが、とある事件に遭遇し、その解決に乗り出すことで次第に絆を深めていき、探偵チーム KG を結成する。時にぶつかり合い、時に励まし合いながらも、それぞれの長所を生かし、様々な事件の解決に取り組んでいく。今は、上杉和則と七木忍が彩りを苗字呼びしている。あやに一回告白をしたことがあるが、断られている。 アーヤの同級生で学園を去った武田直に代わってグループを引き継ぐ形でグループリーダーとなった。そのグループが崩壊してからはアーヤと仲良くしている。片山雄飛、危ない誕生日ブルーは知っているで初登場した。新緑中央リトルの4番スラッガーであり、浜田中文芸部の特別顧問。幼少期に母親からの暴力から現実逃避のために、 自身のスマホに小説を書き連ねていた。初対面のアーヤの作品を勝手に読み、ペライナなどというなど、かなりサバサバしている。小学5年生までヤンキーだったが、野球をするために、小6から離脱した。ここでは、アニメ版のミキサイ、KG シリーズ初の文芸書出版。時空系列は、探偵チーム、KG 事件ノートと同じ。 本作は若部たち4人にスポットを当てているためああやや美門、七木たちは登場していない。文芸書出版。時空系列は KG メンバーが高校生になっている。KGD シリーズと同じく男子メンバーがメイン。アニメで放送されたストーリーを最小説化したもの。本作のオリジナル版。1992年から1993年にかけて刊行された。 仲良し2015年11月号より2016年2月号まで消えた自転車は知っているを2016年5月号より7月号までキーホルダーは知っているのコミカライズを連載。作画は桜草めぐ。2015年10月から2016年1月まで NHKE テレのテンテレアニメは国にて10分枠の短編アニメとして放送された。 2016年2月から3月まで探偵チーム KG 事,事件ノート1と題して同枠で一部話数が再放送された。当アニメでは作画作業をテレビペイントによる完全デジタル環境で行っている。ありがとうございます。